シルフィード。今日は大ヒットゲームシルフィードを制作されたゲームアーツの宮地武さんにお話を伺いたいと思います。宮地さん、こんにちは。どうもこんにちは。よろしくお願いします。大ヒットおめでとうございます。このゲームは何といっても立体の世界がこういうふうにぐりぐり動いちゃうところが大変な話題になっているようなんですけれども、どうしてこういうことが可能になったんでしょうか。ポリゴンというコンピューターグラフィックの技術をですね、メガドライブというマシンでどこまで実現できるか追求した結果がこの映像なんですよ。ポリゴンですか。耳慣れない言葉なんですけど、どういうものなんですか。面と面を組み合わせて立体を作るわけです。ゲームアーツはこのゲームを作るためにですね、ポリゴン用の特別なエディターを作ったんですね。ちょうどご覧になってるこれですね。画面映ってますね。はい、そうです。このようにですね、緻密な映像を作ってですね、ぐりぐり動かしてみたりするためにですね、このように専用のエディターを作ったんです。ポリゴン精密に描かれてるんですね。ちょうどこの映像で2300ポリゴンぐらい使ってると思う。2300ポリゴン。はい、そうです。はい、それではゲームのハイライトシーンを見ていきたいと思います。宮地さん、ゲームのテクニックなども合わせて教えていただきたいと思います。はい、飛んでくる物体のですね、動きと方向を早いタイミングから読んで攻略していくことがポイントだと思います。はい、ポリゴン駆使した映像はこのように画面のすべてを現実感豊かに迫力満点に捉えてもらえるんです。はい、見てください。背景の物体にも当たり判定があるでしょう。あ、そうですね。どこから物体が飛んでくるかもわからないし、もうなんかすごくリアルな感じがしますよね。背景にもただ映像を流しているわけではないっていうことなんでしょうけど、とっても難しそうですよね。そんなことないですよ。画面全体を現実の空間として感じてないと進めないですけどね。なるほどね。なんだか自分が映画の中に入り込んでしまったような、そんな感じがしますね。それでは最後に宮地さんからこのビデオを見ている皆さんにメッセージをお願いします。最近のゲームはやっぱ驚きが少ないっていうふうに我々は感じています。はい、それに対してですね、我々ゲームアーツとして一つの回答としてですね、このアトラクション的なシューティングというものを提案したわけです。今後はそのアトラクション的な良さを踏まえた上で次のステップへ進むつもりではありますけれども、はい、これはハードウェアの進歩とかですね、ソフトウェアの進歩っていういろんな要素がありますんで、いつになるか分かりませんけれども、長い間時間をかけてですね、また新しいこういったスタイルの良いゲームというものですね、提案していきたいと思います。はい、ますます楽しみですね。宮地さん、今日はどうもありがとうございました。シルフィードゲームアーツから定価8800円で絶賛発売中。